はい、皆さんこんにちは、レクセン講師の川原です。本日はですね、2023年度、不動産鑑定試験ですね、論文式試験で、ね、最終合格されました、スイズ高弘さんをお招きしまして、私との対談という形でいろいろねお話を伺っていきます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは合格おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当良かったですよね。はい、はい、ちなみに発表ってどういう形で確認しましたか？そうですね、職場の方で、はい、10時10分ぐらいにちょっとこそっと、はい、仕事中ですね、こそっと見てしまったんでちょっとよくはないんですけど見て、あ、番号あったっていう感じ で、ほっとしたっていう感じで、よかったっていう感じでありました。あの、自分で番号確認した時 どんなお気持ちでしたか？そうですね、去年ちょっと一度落ちてしまって、うん、去年も若干もしかしたら通ったかなっていう感触もあったんですけど、うん、はい、ちょっと今年はそれよりかできたなっていう方やって、うん、感じがあったので、うん、ホッとしたっていうことが、まあ、はい、ありました。なるほど、感想かもしれないですね、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。じゃあいろいろ伺っていきますね、はい、まずはね、鑑定士なかなか一般の人の馴染みが薄い資格なんですけど、うん、なぜ鑑定士仕事、勉強ですね、始められたんでしょうかね？そうですね、はい、ちょ公務員の方で働かせていただいてまして、はい、はいはい、その関係で、まあ、最初は正直プライベートを充実したいなという気持ちで新卒の時に、うん、あの入庁したっていうのが正直な、そう、そうあったんですけど、ちょっとやっぱ30歳過ぎた頃からちょっと仕事で、まあ、なんか専門性が身についてないなっていうのがあって、ちょっと仕事をちょっと変わりたいな、ちょっと転職したいなっていう感覚が芽生えたんですけども、その際まずまあ中小企業診断士という資格をちょっとなんとなく楽しそうやから受けたいなっていうのがあって、うん、はい、そちらちょっと合格はしたんですけど、すごいですね。いえいえいえ、はい、その際にちょっとまあ中小企業診断士だけだとちょっと専門的な部分ではちょっと不足して転職とか違う業種に来るのが難しいなっていうのがあったんで、うん、はい、プラスアルファでちょっと鑑定士っていう資格にちょっと興味を持ちまして、うん、そちらで挑戦させてもらったっていうのが一つと、うん、あとはまあ独立開業も将来できたらいいなって、まあ、定年後とかのキャリアプランとか、はい、その辺も考えた時に、はい、ちょっと将来もずっと手に職をつけた仕事もしてみたいなっていうのがありまして、はい、うん、鑑定士の方を目指させていただきました。そうですね、あの中小企業診断士さんはとてもいい資格だと思うんですけど、どちらかというとこう企業内で活躍する資格ですかね。ちょっとなかなか転職就職になってくるとちょっとそうですかね。まあ、そうすれば鑑定士のまあ独立開業も含めて、まあそういう意味で選んでいただいたって感じですね。わ、はいね、かりました。いつから勉強を始められたんですかね。そうですね、おととしの、まあ、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、うん、3月4月ぐらいから、はいはい、始めさせていただいて形になります。なるほど。で、今年の8月の試験で合格したので、はい、じゃあ2年とちょっとぐらいな感じですかね。そうですね、はい、分かりました。いくつか予備校あると思うんですけど、はい、なぜこうレックを選んでいただいたんでしょうかね。そうですね、まずはレックさんのホームページの方を見させてもらって、うん、ちょっと神戸校があったので、近くにあったんで一度ちょっと話聞きに行こうかなと思ったんです。その時に講座説明の方を聞きに行った時に、本当になんか親身にあのどの講座がありますっていうのを説明してもらって、僕はまあもともとフルコースじゃなくて基本まあなんかセットの基本コースみたいな、あの担当プラス論文はまあ翌年でもいいよみたいな、ちょっと中間のコースを受けさせてもらおうと思ったんですけど、僕のちょっと性格の説明させてもらったら、多分一気に行った方がいいタイプやねみたいなことを言ってくださって、ちょっと親身に乗ってくださって、それでまあ、あとそれでなんかそれがなんかすごい営業的なものも感じなくて、すごい親身に乗ってもらって、あ、これ本当にいい予備校じゃないかなと思って、それで決断したっていうのが当初はありました。なるほど、それは、はい、あの神戸本校さん様々ですね。そこまあ確かに本校さんが入り口ですからね。そこで印象を持ってもらうことが大事、はい、あ、なるほど、それでじゃあちょっと申し込んでいただいたんですね。わ、はい、かりました、はい。その公務員のお仕事されながらの勉強だと思うんですけど、はい、こうバランスとかどういうふうにこうお仕事のバランスを取って勉強されてましたかね。そうですね、うん、まあ、ちょっと職種で残業も正直そこまでは多くはないっていうのがちょっと助かった部分ではあったんですけれども、はい、うん、まあでもやっぱ仕事しながらっていうのがあったので、はい、無理をしてしまうと僕ちょっとどっちかって言ったら続かない性格っていうのがあったので、うん、はい、まあもうストレスはできるだけためないように無理をしないっていうことも意識しつつも、うん、まあ、鑑定理論なんですけど、うん、特にあそこの暗記は最初にもう頑張って、うん、そこは一気にもう頑張っちゃおうっていうので、そこはもうすごい一番最初のスタートダッシュっていうんですかね、はい、そこ乗り切ればいけるかなっていうのがあったんで、最初はすごいエンジン結構頑張ってかけたんですけど、はい、あとはもうそれ無理したら続かないなっていうのがあったんで、はい、ちょっとできるだけ
まあ、起床後とか、はい、昼の休憩中とか、はい、休憩中トイレとかでもこそっとやったりとか、そうトイレの中でバレないようにこそっとやったりとか、はい、すごい隙間時間ですね。でもバレ誰にもバレたくなかったんで、あとはまあ、はい、なんか電車動いてる移動してる時とか、うん、そう、あと歩きながらとかでも、はい、そういう形で細切れを使って勉強は結構確保したかなっていうのはありました、はい、なるほど。まあさっきおっしゃった2年ちょっとぐらいの長丁場なので、はいはい、まあ極端な無理はせずに、はい、ストレスをためずに、はい、でもある程度こう初期段階はこうちょっとこうアクセルエンジンかけてっていうやり方です、ある程度勉強のこう習慣をつけつけるみたいな感じですかね、うん、そうなんですよ、わかりました、はい、ちなみにこう長丁場とちょっとこうスランプ的なこともあると思うんですけど、はい、その辺ってなんか自分なりのこう克服の仕方とかありましたかね。そうですね、スランプの時はあの成績がもちろん上がらなくてちょっと苦しいなという時があったんですけど、もともと動いたりとか、はい、いろいろ並行してするのが好きなタイプだったんで、あ、そうですか、はい、どんなことやられるんですか、まあ、テニスとかバドミントンとか、そうですか、そういうのとかを、まあ、今地元に暮らしているので、はい、そちらも体育館で近くでできたりとか、近くの人と一緒にやったりとかもできたりしたりとか、はい、まあ、旅行行ったりとかして、はい、あの勉強以外のところでちょっと気を紛らわせてたんですけど、うん、はい、ただし、はい、学習時間は絶対1時間以上は確保しようという感覚で、あの鑑定理論の最終暗記は絶対、ありがたい話ですね、まあ、旅先でも1時間は絶対確保するというやり方で、はい、もう旅先僕一切仕事忘れますけどね、そこは、はい、もう毎日継続っていうのだけは、とにかく続けることだけは、はい、まあ、頑張ってたの、あ、すごいですね、わかりました、はい、じゃあまずあの担当からだと思うんですけど、はい、まあ、特に鑑定理論の担当の学習ってどういうふうなふうにやられましたか、ね、うん、そうです、もう初めからもう論文を意識してやろうかなっていうのはありました、はいはい、で、まあ、ただ初めは論文のこともわからないんで、うん、はい、最初は先生の授業を受けさせてもらったら、はい、あの足別の問題集、うん、もう授業を受けて足別、授業を受けて足別、うん、そこはちょっと理解プラスでさせてもらうので、はい、させてもらったのと、はい、うん、あとはちょっと最初の鑑定理論の、うん、テキストの付録みたいなについてた重要の定義用語集、128の暗記ノートですね、はい、そうですね、あの暗記ノートの方は、はい、これは絶対に暗記しようって心に決めて、そこは完璧に暗記するっていうのだけ心に決めて、はい、それでそこで担当の段階でそこまでは仕上げようっていう形で、なるほど、もうさせてもらってたっていう形ではあります、鑑定理論に関しては、はい、鑑定の担当論文共通の科目なので、うん、まあ、学ぶことは同じなので、うん、まあ、そうですね、だからこうあの担当対策の一番対策は多分論文対策 で、それをまあ担当段階からある程度案件も含めて意識されてやられてたって感じですかね。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。いえいえ、論文に行きますと科目があの鑑定理論、民法、経済、会議が4科目なんですけど、はい、この科目のバランスみたいなのはどういうふうに取られてますか、ね、そうですね、僕2回受けてるんで、はい、初年度と2回目でも全然バランスが違ってました、はい、そうですか、はい、はい、でも初年度は、うん、やっぱ鑑定理論をもう絶対にスタートでここはもう完璧にして、あとはまあ正直1年で受かりたいなという気持ちがあったんですけど、まあ最悪鑑定理論固めたら翌年受かるかもっていうのがあったので、もう鑑定理論を初めに固めるために、もう理論の鑑定理論の理論がもう3分の2ぐらいはそこに、論文対策7割前後はもうそこに、はい、費やしてまして、はい、もう民会系はもうあと残りのバラ1割ずつぐらいでさせてもらってました、はい、2年目に行くとそれがどうに変わったか、ね、そうですね、もう鑑定理論はもう結構できてるっていう実感が1年目で結構もう、はい、もう実感があったので、はい、もう4あとはもう何ですかね、維持だけでいける感じだったんで、もう4分の1ぐらいの学習時間で、2、3割ぐらいですね、そうですね、はい、で民法がすごい苦手で、そうですね、はい、で豊岡先生の、はい、あの効果系を1年目はもうちょっと覚えるのを、うん、もうちょっと短縮バージョンでいいやっていう感覚でやってたんですけど、うん、はい、もうそこは効果系民法を、うん、もう頑張って暗記しきろう、うん、まあ、プラス理解もしようという形で、うん、もうそこはもう 40% から 50% ぐらいはもう民法に、まあ、苦手科目の方に時間を、そうです、すごく時間費やしてそこを利用したという形です。なるほど、はい、よくあの僕あの受験生にこう、はい、まあ、実は鑑定理論ってそんなに合格者レベルにいくと差がつかなくて、はい、実は教養が勝負なので、はい、多分1年目で鑑定理論仕上げられたので、はい、2年目鑑定理論の負担が少なくできたの で、はい、多分特に苦手科目含めて教養にしっかりこう腰を据えられたので、はい、受かられたって感じなんですね。そうおっしゃられる通りです、はい、あ、分かりました、じゃあ4科目のうち、得意な科目って何かありますか、ね、そうですね、会計学が
その中では得意だったから、はい、簿記やってたりとか中小企業診断士でも会計系の科目も若干あって、ね、あっ馴染みがあって、はいまあ、経済学も好きではありました、はい、中小診断士で企業診断士でなるほどなるほど、はい、その中小企業診断やられた勉強とリンクするのも含めて、うんはい、ある程度イメージがしやすかったって感じですかね。そうですね、はい、分かりました。具体的に会計学ってどんな風にの勉強はしてましたか。そうですね、まあ、簿記の知識も若干簿記の2級とかも持ってたので、うんはい、簿記の知識活用して、うんまあ、その知識をイメージしながら、うんまあ、高坂先生が作られている効果系会計学であるとか、うんはい、あとは、まあ、総まとめ講義のテキストとかをもうひたすら繰り返して何回も読み返して理解しながらこうブワーってやりまくるっていう何回も回転させるっていうやり方をしました。アウトプットをもう何回も繰り返すって感じですね。そうですそうです、まあ、高坂で当てちゃいますからね。そうですね、わかりました。じゃあ苦手は先ほどおっしゃっていただいた民法って感じですかね、うん、民法と行政法規担当では両方豊川先生ですね。そうなるほど。じゃあその苦手の民法ってどういうふうに克服をというか勉強されてましたかね。もう効果系民法から逃げない、うん、もう逃げない、まあまあ、効果系命ですもんね。もう逃げてたんですよ初年度は。あなるほど。もうこれは自分、はい、もう理解だけでいけるかもとか、はいはい、条文もちょっとおろそかにちょっとしてしまってたんですけど、はい、やっぱ豊川先生おっしゃれる通り、うん、やっぱ条文が大事で、うん、結構そこが分かってきたら他の条文見ても、うん、効果系のことをやったらなんとなく他のことも、うん、あなんとなくこんな感じかなって、うん、だんだんリンクして分かってくる考え方が身についてくるので、はい、で3段論法もきちっと踏まれて作られてるので、うん、もうそれも理解しやすかったっていうのは、はいはい、ありました。なるほど、分かりました、はい。じゃあ一応私の担当する科目鑑定理論は苦手得意というとどちらになりますか。初期はもうこれ絶対無理やわってこれ苦手っていうか嫌いやわっていうのがありました、はい、ただやっぱ先生がよくミルフィーユのようにちょっとずつ積み重ねていくっていうのをすると、はいはいうん、なんかいつの間にか繋がってきて伸びて、うん、1回伸びたら、うん、もう安定しちゃうっていうのが落ちにくいんで、はいはいはい、最終的にはそこそこ得意科目にはなってたかなって。それは良かったですね。ありました。暗記どういう風にやられてましたかね。そうですね、まあ、赤シートとかでやっぱあの隠して、はいはいはい、暗記して、うん、あのさせてもらって、うんまあ、プラス効果系の鑑定理論の基準で書いてあるとこプラスその説明の部分が、うん、あの効果系に鑑定理論もあるんですけど、はいはい、そこはまあ理解しながらプラスで覚えて、うん、で結局まあ僕はもう正直言ってあの理論の場合は基準プラス少し書ければいいっていうイメージだったんでキーワードで、まあ、そこはまあ深読みせずに理解の部分はちょっと薄くてもまあ若干いいかなっていうのもっていうのでさせてもらって、まあ、どっちかというと僕その書いたりするのが好きじゃないのでどっちかというとスピーキングみたいな英語のスピーキングみたいな感じで喋って覚えるっていうか話し言葉で覚えて説明も話して覚える話す方が書くよりかスピードが速くなるのでなんかライティングっていうよりかまあ見るだけでもなくもう発音するみたいな感じで喋るみたいな感じでまあそれが自分のスタイルに合ってたと思ってましたね。はいという形でございました。ちなみになかなか言いづらいと思うんですけど私の講義はどうでしたかね。そうですね、ちょっと初めはなんか淡々と ロボットのようになんかちょっと言われがち淡々とやるんですよね。淡々とロボットのようで喋られて、はい、ちょっと僕感覚派なんで、はい、なんかちょっともしかしたら自分に合わないかも、もっとこう熱い方がいいですね。そうそう、はい、ぐいぐい来てほしいなぐらいな感覚だったんですけど、ちゃんとしてますから。いやいやいや、でも何回もまあ講義受けていくうちに、はい、なんかでも理解していたら淡々と聞く方が心地よくなってくる、はい、癖になるみたいな感じで優しさが身についてきたんだ。なんかまあ噛めば噛むほど良い味が出てくるみたいな感じで、ね、徐々に聞いていけば良さが出る。よく例の演歌歌手みたいな感じ、スルメ的な感じですね。そうなんです。ありがとうございます。そう言っていただけるとそうよくロボットって言われちゃうんですよ、ね、わかりました。あとそうですね、暗記のその、まあ、特に何でしょうかね、うんまあその口に出して覚えさってあると思うんですけど、うん、加えてなんか特にやっぱ暗記の時にこう意識したことってあったりしますかね。そうですね、うん、どっちかというと、まあ、意識っていうか、まあ、喋ってるうちとか、うん、そういう時なんか無意識に喋ってることで、うん、勝手に覚えていくみたいな感じだったんで、なんかそんなに何かを意識したっていうことは正直ないんですけど、うんまあ、レックさんの教材を、うんはい、もうまんべんなくちゃんと全部漏れ、うんまあ、先生がよく言われるんですけど、うんまあ、
何ですかね、山張りは良くないけど、うん、メリハリはつけるみたいな、はい、そういう感じで、はい、先生おっしゃる通りな学習スタイル取ってると、はい、まあ重要なとこもなんとなく分かってきて、はい、いい感じで、はいはい、何でも対応できるようになってきたかなっていうのは、はい、なるほど。ちなみにじゃあ暗記はモバイルというよりもテキストある程度重視した感じのタイプですか、ね、いやモバイル重視、モバイルは使って持ち運んで、はい、なるほどなるほど。ただそこには何も書き込んでなかったです。僕は純粋にモバイルをその暗記用で使って、そこで僕はなんかスピーキングタイプなんで書き込みというよりか、うん、あ、ここってなんかこうやったなって言っていて、ボソボソ言ってはこんなあったなっていう感じで思い出すみたいな感じで、それ周りの人にブツブツ言ってて、ちょっとなんかこうあの人なんか喋ってるなとか思われたりしたりして、必死やったんで気になってなかった。そんな知らねえやと必死やったから歩きながらさっきもおっしゃってましたもんね。そうなんですよ、まあ、ずっとこうもうちょっと見ながらもう集中したんですね。集中して頑張ってます。わかりました。ちなみにうちの講座とかそのテキストとかで特に役立ったものとかってありますかね。うん、そうですね、もう全てやっぱ効果系シリーズ、うん、もう全ての教科においてなんですけれども、はい、あ、もうその教材は全て良かったのというのと、はい、東蓮の方で解説の冊子の方がいつも素晴らしいなと思って、はい、その解説プラスなんか結構プラスアルファのことを書いてて出るところをよく書かれてる感じで、網羅性もプラスされてる感じなんで、もうレックさんのね、テキストとか全部使えば何もそれ以上みたいな感じで全て良かったなっていうのは僕の中では言わせてるからね。いやいやいや本当にそう思ってました。特に効果系は、はい、タコさんもちょっとこう手に入れたがるような、うん、まあ、そうですよね、まあ、業界的にもまあまあ有名な、うん、で今日その特に多分繰り返しやっただろう民法の効果系を持ってきてくれたんですけど、これもう勲章ですよ。もう表紙がないから表紙取れちゃいました。ボロボロ取れちゃってますよ。まあこれ取れたらレックのねちょっとノリ付けがよくないと思うんですけど、もうこれ繰り返しやられてたところですもんね。こうすごい赤シートで隠してそう、はい、なるほど、すごいなんかちょっとした付箋とかも貼られてますね、はい、すごいこれ繰り返しやられてたんですね、はい、勲章ですよね、はい、もういろいろとやられてたんですね。セロテープもつけずにも頑張って耐えでもなんかやった感がありますよね。すごい本当になんかもう自分のこう戦友みたいな感じですよね。そうそう、本当にすごく、はい、でも特に民法はこの効果系を繰り返し繰り返しやっていただいたって感じで、本当こう勲章のもう、もういい感じになってますよね。これがもういえいえいえ、はい、使ってた効果系ですね。わかりました。あとちなみにレックの教材以外で、うん、なんか例えば、うん、自分なりのまとめノート作ったとかそういうことはやられましたかね。まとめノートとかも僕は作らなかったタイプ で、ね、うん、やっぱりもう見て、うん、話して、うん、思い出すみたいで、うん、なんかそのコマコマ書いてるっていうよりか言ったことをあの時こう自分で言っとったなとか あの時この先生がこう言っとったかなとかって、うん、多分その映像記憶とか耳記憶とか記憶のタイプが多分そっち寄りとかっていうのがあったのかもしれないです、うん、なまあ、ノート自分で書かなきゃいけないですもんね、はい、書くっていうのがちょっと苦手なので、うんうん、な字が汚くてちょっと自分でも読めないっていうのがあったんでなるほど、まあ、なるほど、やっぱこう耳から目からっていう方を優先したって感じですね。そうなんですよ、わかりました、はい、論文文章を書かなきゃいけないですけど、こう、はい、論文書く上でなんか自分なりに意識したり工夫したりしたことありますかね、うん、やっぱりその喋ってることをもう書くっていう感覚で答案も書いてて、うん、まあ、基準とかきちっとしたとこは暗記してるとかそのまま吐き出すんですけど、うんうん、はい、プラスで書かなあかんところとか、うん、ちょっとやったことがない分野とかで、うん、自分で考えないといけない分野ってなったら、うんうん、もうちょっとやっぱ話してるとやっぱ英語とかっても多分喋ってるうちに覚えるみたいなとか、うんうん、そういうのがあると思うので、はい、もうその喋ってる感覚で、うん、結構書いてるっていう感じではありました。喋、まあ、れるってことは理解できてるってことですね。さすがに理解できないことは言語化できないと思うので、そ、まあ、なんかそれがやっぱりこう、うん、理解につながっていったんでしょうね、うん、なるほど、だから民法とかも多分効果系で三段論法とかをマスターできてるので、まあだから今年の問題とかもそういうのが対応できたとかそういうことなんでしょうね。そうです、まあ、一番は効果系の通りが出てたんで、うん、はい、それはもうそのまま吐き出す感じなんですけど、はい、2番目の文章とかはもう完全に条文当てはめ問題系やったんですけど、うん、はい、結構きちっと拾えていて、はいね、条文をちゃんと拾えていってたんで、はい、多分その豊岡先生のその条文を意識した学習っていうのが
そこでちゃんと生きてきて喋、うん、ってることが、うん、その他のとこでも、うん、あこうやわって吐き出せたんやと思ってます、うん、文字さっきなんか自分でちょっと文字が苦手だと文字はその辺の綺麗汚いとか丁寧さを意識されましたか意識はしたんですけど、うん、やっぱ本番になると時間がってなって急いでしまって、うんなかなか字って綺麗に書くのが難しいなっていうのはあったんですけど、はいはいはい、できるだけ大きめに書こうとか、はいはいはい、字をちょっと大きくしようとかっていうのは本番はさすがにちょっとしました。なるほどなるほど、はい、ちなみに添削の時森田先生にこう注意とかされましたかね。はい、あの申し訳ないですっていうのをいつも思ってたんですけど、まあ、毎回書かれてるぐらいあの答案あの出してもらったらもう毎回なるほど、はい、ちょっと、はい、文字の丁寧さの万人ですからね。そうです、まあ、でも正しい本当に点数でもう、ね、余裕があると思えれば、うん、勉強に余裕があると思えばちょっと字汚くてもある程度対応できるのかもしれないですけど、うんまあ、初年度とか多分確かに字が汚くて、うん、もしかしてそれで初年度合格が遠のいたのかもしれないなっていうのはあります。もちろん森田先生もあの、うんまあ、読んでいただくっていう意識を持つってことですよ ね、 すね、読みやすさも含めてとかだと思うんですよね。わ、うん、かりました、はい。そしたらば、一応私も含めてこう添削は丁寧にこう、うん、細かくやることを心がけてるんですけど、うんうん、その辺受講生さんサイドから見てそのレクの添削ってどういうふうに感じられてましたか、ね。うん、そうですね、やっぱ手書きで添削が書かれてて、うんまあ、結構やっぱ愛情がこもってるというかぬくもりを感じるというか、あ頑張ってくださってる、はい、先生頑張って検証になりながら頑張ってる、あめっちゃ先生頑張ってくださってるっていうのを思いながらも、はい、個人的にはちょっと添削サボってしまって、はい、あまり提出ができてない時もあったな。なんかそんなイメージないんですけど、ね、そうですかね、結構出されたイメージなんですね。そうですかね、そうなんですね、わかりました。じゃあ、こう勉強されて実際受かられてなんですけど、うんまあこの試験どういった人が受かりやすくて、まあ、逆にどういった人が受かりにくいか、うん、その辺ってこう感じられるところってありますかね。まあ、一番重要だなと思ったのが、うん、やっぱ自分の勉強の型っていうんですかね、うんうん、じゃあ自分ってどういうタイプなのかって言って、うんまあうん、ある人にこうやった方がいいよって言われても、うん、多分それ合ってる人10人トイレですからね。10人トイレだと思うので、はい、その自分の一番いいやり方っていうのを早めに見つけるっていうのがまず一番大事かなっていうの、うん、あとはまあ継続するっていうのはもう絶対に毎日欠かさず少しでも勉強する、1時間でもする、はい、であとやっぱ本番で気持ちを強く持つっていう、うん、自信がもう気持ちやっぱ強くないと本番ちょっと1科目ダメだってなったらちょっとこうなってしまうので、ね、それってやっぱ1点2点の影響出ちゃうと思うんですよね。ただでもそれは周りもその時って多分できてないことが多いと思うので、うんはい、そこはもう気にしない方がいいかなっていうのは割り切りが大事だと思いました。分かりにくいのはどういったことだと思いますか、ね、やっぱその割り切りをせずに完璧主義になってしまって気にしちゃうと思うんですかね。気にしすぎて、はい、気にすることも必要な場面はあると思うんですけど、うんはい、ちょっとそこで気してしまうと引きずってしまうとかっていうのが起こりやすいかなとは思ってます。わ、うんうん、かりました、はい、本当に自分の方ってもう本当説得力ありますよね。自分はもう要するに口に出して喋って音から目からで書くのはちょっとどちらかというと苦手なんで、それはあんまりやらないっていうのをこう型を身につけてやられたそうですね。わかりました。一応レッはですね、一応こう基礎を重視した講座とか統練で、まあ、負担少なく合格させることをこう目的としてるんですけど、まあ、こういったレックのこうスタンスとか方針って実際こう本試験受けられてどういうふうにこう感じられましたかね。そうですね、まあ、やっぱり基本的な講義っていうのが、うんもう非常に大事なんで、基礎の部分がまずできてないと、うん、応用とことかって絶対にできないので、うん、もうそこさえきっちりとすれば、うん、まず合格ラインには、うん、もう絶対に乗ってくる試験だなと、うん、昨今の問題を見させてもらったら思うので、そうですね、はい、もう気をてらわず、うん、ただしやっぱ最初も、前の場面でも申したんですけども、うん、やっぱ山張りはせず、うんはいはい、メリハリをつけた学習っていうやり方で、はいはい徹底的に頑張るっていう、はいはい、レックさんの方針が、はい、もう一番試験に合格に近道だと思ってますので、ああ、ま、言わせた感がある、はいまあ、でもうちが提供したものを素直に淡々とこう、うんうん、変にこちらやらないとかじゃなくて、うん、
こうメリハリはつけつも山ありはせずにこうやっていただいたって感じですかね。わかりました。あと一応この特に教養科目なんですけど、あの試験員とかの傾向も踏まえて、当例申しを出して、それなりにこう一応当たるって言われてるんですけど、ちなみに今年受けられてこう的中率みたいなのはどういうふうに感じられましたか。そうですね、まず会計学のまず高坂先生は自分でちょっと外れてすいませんみたいな感じでおっしゃってた、本試験の解説の時ですね、あったんですけど、資産状況債務はもうズバリボーンって当たってたので、しかももう一個の部分も高家計では A とかで、載ってるんで、当連出さなかったことでできたので、そのまま教材してたらもちろん対応できる内容でしたし、森田先生の方も、マクロ経済学の方はもうズバリ当てられて、ミクロはちょっと変化球でちょっと出たんですけど、ただもう森田先生はもう微分とかその辺の計算問題の方は徹底的にやってくださったので、徹底的にやってくださったので、微分するとか感覚でなんとなく、あ、これ微分だとか、そうか、これこの公用の微分するやつやとか、なんとなく他のところの分野を転用しながら計算問題も解ける感じとかになったので、もう全然、もう、ズバリ当てたっていうミクロではないんですけど、やり方とか当たってるとかっていう形には、考え方とかトータルを通じてその考え方が身についてて、それで対応できたって感じですね。そうですね、わかりました。民法の方も全て効果系とかにも載ってる分野とかでもちろん出てますし、で鑑定理論の方も当連のところとか、あとは総まとめのテキストのところ、今日地域分近隣地域のところとかはもうズバリほぼ出てたところだったので、もうズバリ当てられてたかなっていうのはありました。わかりました、ありがとうございます。ズバリ今年2023年とこう合格できた決め手みたいなものって自分なりに何だと思いますかね。そうですね、これまあ教材がもちろん良くて、教材を徹底的にやり込んだというのが決め手っていうのは一番にはあります。ただ講師の皆様 の、あの森田先生の特色はスパルタの教育、スパルタ教育みたいな、スパルタ解説みたいな、スパルタ解説講義みたいな感じで、ちょっとそんな感じで特色がありました。で豊岡講師先生は添削結構厳しくて、スパルタ添削みたいな、そのスパルタの処理が違うみたいな、すごい入りますからね。スパルタで、でも優しさも感じながらっていう感じで、で高坂先生は、授業とかは淡々と普通にされるんですけど、解説で結構スパルタな解説される時は、結構ハキハキ解説とか、そうなんですね、ハキハキはって言って、ここは結構こうですみたいな感じで結構強く言うん で、 そうなんですか、解説が結構スパルタだなと思いました。で川原先生だけちょっと特色が他の先生は違って、安心感というか優しみなっていうね、優しさっていうか、私だけスパルタじゃないですね、スパルタ系、スパルタは感じないかって、なんか特色でバランス的にはちょうどこれで取れたいい感じのバランスなんで、3人のスパルタをこう優しく包み込むようなこうロボットって感じですね。いやいや、わかりました。でもね、豊川先生本当にこう一生懸命こう、添削すごい頑張ってるんで、そうですね、あれ本当左手でこう頑張ってやってるんですけど、多分そういう風に言っていただくと、また今頃豊川先生くしゃみしてると思うんですけど、喜ばれると思います。ありがとうございます。じゃあ、これからの、抱負みたいなものってありましたらば聞かせていただけますか、ね、そうですね、不動産業界で僕勤務はしたことがないので、ちょっとこれから何どんな分野に進んでいくっていうのがまだイメージはちょっと正直湧いてないところがあるんですけど、初心の気持ちで、新卒の時の気持ちで頑張りたいなっていうのと、プラス自分の得意分野っていうんですかね、専門的などこが得意かっていうのを身につけて、厳しくも楽しく仕事をしていきたいなっていうのは、考えているところです。鑑定士いろいろこう選択肢がまた広がってくると思うので、確かに自分に合った鑑定士像みたいなものがこうまた選べると思うので、そういった形で十分に活躍できると思います。ありがとうございます。じゃあ最後になるんですけど、多分これご覧になっている方で、これから勉強を始めるにしてるって方もいると思うんですけど、メッセージみたいなものいただけますかね。レックの講師陣と教材はすごい本当に素晴らしいので、もうそのレックを信じることプラス、あとはもう自分ももちろん信じてもらって、もうそれ強い気持ちを持って勉強してもらえたら、必ず合格できる試験だとは実感してますので、皆さん、一緒に鑑定士になって、
今後一緒に働ければいいなとも思っているので、今後一緒に頑張っていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。とってもいいまとめをいただきました。本当にありがたいなありがとうございます、はい、多分すごいためになったこといっぱい聞けたんじゃないでしょうかね。本当に本日はありがとうございました。ありがとうございました。毎度合格おめでとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では以上をもちまして合格者対談終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。